日本人はタンパク質不足だからもっとしっかり取りましょうなんていう情報も増えているなと感じます。でも不足してる理由って実はそこじゃないんです。こんにちは、柏原幸男です。いつも米チャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは簡単で健康美容効果の高いお米生活の提案を通して元気で綺麗な人を増やしたい、毎日の食事をもっと楽しくしてほしい、そんな思いでお伝えしております。お米生活の具体的な実践方法は公式 LINE または無料メール講座でお伝えしています。概要欄にリンクがありますので、そちらからぜひお友達になってください。さて、今回のテーマはタンパク質です。最近タンパク質が大事っていう話すごいよく聞こえてきますよね。それと同時に日本人はタンパク質不足だからもっとしっかり取りましょうなんていう情報も増えているなと感じます。コンビニとかスーパーに行ってもタンパク質を強化した商品食品増えてると思いませんか？プロテイン強化みたいな、そんなね食品が増えていて、サプリメントとかプロテインドリンクなんかを飲む方も増えています。ということで、日本人はタンパク質不足だということについて考えていきます。今回のポイントは3つです。1つ目はタンパク質摂取の現状、2つ目はタンパク質不足の原因を検証する、3つ目、実は知られていないタンパク質不足解消の簡単な方法をお伝えします。1つ目のタンパク質不足の現状についてです。まずこちらのグラフをご覧ください。このグラフは厚生労働省が毎年発表している日本人の食事の統計、国民健康栄養調査のデータからグラフ化しました。戦後すぐの1946年から2019年までの日本人1人当たりが1日にどのぐらいタンパク質を摂っているのかという摂取量の推移です。戦後すぐは貧しい時代なんで摂取量少ないんですよね。そこから高度成長期に向けてタンパク質の摂取量ぐっと上がってきているんです。75年から95年ぐらいがタンパク質摂取のピークになってまして、そこから最近ってガタッとタンパク質の摂取量落ちてるんですよね。水色のゾーンで示している通り、戦後の水準に近いレベルでタンパク質摂取量が落ちているっていうのがわかります。このグラフを見る限り、日本人がタンパク質不足になってきてるという情報は正しいなという状況ですよね。2つ目、タンパク質不足の原因を検証する。ではなぜこんなにタンパク質の摂取量が落ちているのか。タンパク質の摂取量が減っているって言われると、タンパク質が多い食品を取らなきゃっていう意識になりますよね。そして、世の中の情報の多くもそういったものになっています。タンパク質豊富な食材って言われるとどんなものをイメージしますか？一般的には肉とか魚とか卵、これ動物性のもの、乳製品なんかもありますね。または植物性の食品だと大豆っていうのが代表格かなと思います。でも日本人のタンパク質が不足している理由って実はそこじゃないんです。それはこちらのグラフを見るとなんとなく答えが見えてくると思うんですね。こちらのグラフも厚生労働省の国民健康栄養調査からグラフ化したものなんですけれども、日本人1人1日あたりのカロリー摂取量の推移になります。このグラフを見ると先ほどのタンパク質の推移の形に似てると思いませんか？戦後は少なくて高度成長期に向けてぐっと摂取量が増えているけれども、そのピークとなっているのはこのグラフだと65年から80年ぐらいですよね。そこからカロリー摂取がぐっと落ち込んでいて、現代は戦後に近い水準になっているっていう形です。カロリー摂取量が減ってるっていうのは、つまり食事量、食べる量が減ってるっていうことなんですね。タンパク質の食材云々の前に、そもそも食事摂取量が不足している、日本人は食べなくなってきてるということが一番の原因なんじゃないかというのがこのグラフからわかります。3つ目、実は知られていないタンパク質不足を解消する簡単な方法についてです。先ほどご紹介したように日本人は食べなくなってきているっていうことなんですね。1人当たりのカロリー摂取量がものすごく少なくなっている、戦後の貧しい時代と同じぐらいって結構衝撃的じゃありませんか？
こんなにカロリーが減ってるのはなぜなのかっていうところが解消のポイントになるわけですね。日本人のカロリー摂取量が著しく落ちている一番の原因は、それは3食食べなくなっていることです。1日3回食べてた人が2回とか1回とか、食事の回数を減らすだけで摂取カロリーは落ちます。それに伴ってタンパク質の摂取量も落ちてくるんですね。すっごい単純なシンプルなことだと思いませんか？1日3回ちゃんと食べるだけで自然とタンパク質摂取量は上がってくるっていうことなんです。ちなみに他のビタミン、ミネラル、食物繊維などのその他の栄養素も同じ傾向です。なんとなく食べ過ぎちゃいけないとか、現代人はカロリーオーバーだなんていう、その情報が聞こえてくると食べること控えたくなると思うんですけど、その結果として逆に大事な栄養素を取れなくなってきてるというのが大きな問題点なんですね。特にタンパク質っていうのは吸収率が良くないというか、吸収されにくい栄養素の一つなんです。他にも吸収されにくい栄養素としてはミネラル類全般があるんですけれども、このような吸収率の悪い栄養素っていうのは一度にたくさん摂っても吸収されないわけですね。ですから回数を分けることが大事になってきます。1食減らして2食でしっかり栄養のバランスを気をつけて摂っているつもりでも、必要な栄養は不足傾向になりますし、さらに吸収のタイミングが減るので吸収されにくい状況になってしまうということで、デメリットが多いんです。食事を抜いてプロテインドリンクなんかで補っている方も増えていますけど、お食事からのタンパク質摂取量が減ってしまうと、プロテインドリンクで補っているつもりでも総摂取量としては増やせてないということが多くって、プロテインでしっかりタンパク質摂ってるぞっていう気になっても、実際にはタンパク質不足の人が意外といるということなんです。タンパク質不足の人は他の栄養も不足している可能性がありますので、ちょっと食事の取り方見直してほしいです。この状況を続けていると年を重ねるにつれさらに吸収率が落ちてくるんで、年を取った時に衰えやすい大変な状態になりますから、若いうちから見直してほしい。3食習慣が大事っていうことを気づいてもらえたら嬉しいなと思います。次の動画ではより具体的に3食食べるって言っても、じゃあ何をどうやって食べたらタンパク質不足が解消できるのかという具体的なところについて解説していきます。ぜひ次の動画もご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございます。また見てください。